3月15日の今12時です。お昼の12時、全然人がいませんね。3月15日、封鎖後初日のメトロマニラはこんな感じです。あーでも LRT は動いてますね。マジで全然人がいませんね。まだ子供は。でまあちょっと人いますけど、やっぱりみんなマスクしてないね。あんまり危機感はないのね。この通りもね、実はあのスケベ通りですからね。みんなスケベ大好きですよ。スケベバーがいっぱいある通りなんですけど、でもまあ昼やからな、やってはないですけどね。でもこれいつもほんまに人通り多くて、ここも結構ね渋滞してるんですよ。スケベ通りでさえもこの感じか。だからこれスケベビリヤードですよ。スケベ通りにあるスケベビリヤード。でこの先にあるのがオーロラっていうね、まあ、結構交通量の多い通りです。あ、ここも結構人が食べてんね。こっちもこっちは少ないな。ここもね結構人多いんですけどね、いつも少ないね。あ、でも結構人がおるな、ここは。人々はマスクしてない人が多いですね。不思議ですね。こうフィリピンで、ね、マスクしてても鼻出してる人がおるからね、あれで意味ないですよね。結局息するのは鼻やもんね。ほら全然日曜日の昼までこの感じですからね。いや全然だからいませんね。車がいつもめっちゃすごいからね。今ねメトロマニラは夜8時から朝5時まで外出禁止なんですよね。でこのメトロマニラ封鎖 もうメトロマニラだけじゃなくてラグーナとかパンガスナンとかもう他のエリアも実はコミュニティクワンティーっていうのは出れないんです。コミュニティクランチ自体はまだ軽めの封鎖なんですけどね。さっきねサンボアンガの友達から連絡があって、サンボアンガももうコミュニティクランチ引かれちゃって、デレインダナオ島のねもうほぼマレーシア寄りのところにあるんですけどね。いやーこんな感じですよ。ここねマスク外されんもんね。どうやらこっちゃです。いやーこれショッピングモールの中です。ファーマーっていう全然人いませんね。ジョリビーも全然人おらへん。ジョリビー磨いてもらってるわ。次期大統領のジョリビーですよ。皆さん一礼。今昨日来たバスターミナルにいますけど、バスがいませんね。人もおらんし一台だけですね。メトロマニラを逃げ出そうという人がめっちゃいますね。ほらほら乗せてくれ言うて、ほらやってるわ。すごいね。
うわすごいな。ここもね、普段バスがすごいんですけどね、封鎖されてるから出れないですもんね。今ね、このメトロマニア内と夜8時から朝5時までは外出禁止やし、ショッピングモールもね、今夜7時までしか営業してないですからね。ほんまにゴーストタウンみたいなと思って、すごいバスへの街ぐらい人がいませんね。最新の情報によると死者が今8人で、リカバー治った人が2人、感染者が101人らしいですね。ほら全然人いない。なんか雨降ってきましたね。なんか台風が来てるとかどうとかって言ってたな。なんかね、湿気に弱いみたいな、高温多湿に弱いらしいですよね。それがほんまなら、これ湿度は上がるでしょ。あ、すげえなこれ。ほんまに誰もおれへん。働いてる人しかおれへん。こんなことあります？あるんですね。これが3月15日封鎖された初日のメトロマニアですね。いやほんまにどやらごっちゃですね。フィリピン在住の皆さん、まああんまり出歩かん方がいいですよね。日本の皆さん、メトロマニラは今こんな感じです。まあ、今後もね、こういう動画はちょこちょこ上げていこうかなと思っとる次第にございますんで、チャンネル登録などなどよろしくお願いします。あ、でもなんか涼しいな今日。雨やからな、ここほら全然、ここもジープが走り倒してんのも、ジープがあんだけしか、俺こんなことがあるんですね。そんなにだってうるさくないでしょう。でこの通りオーロラですけど、おばあちゃんもほらマスクしてあれん。オーロラもほら見てこれ、あこれ反対側もほら少ない、ほら静か。これもまたフィリピンということですね。それではお後がよろしいようで。